Hey, what's good? It's your boy S to the H. Oh, and you're not watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, it's Samayuki, baby! はい。はい。はい、奥田君。はい。バーサス見ましたか？ちょっと部分的にしか見てないんですよ。やっぱね、デジャブみたいな感じですけど。今日は何かなと思います。今日はね、バーサス、はい、この前ね、ジャルルやったんですよ。はい、はい。ということで、今回はね、じゃあ、お気づきの方も多いということで、そうです、ね、多いでしょう。こちらの曲をやりますよ、はい、と。てん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 。あおてれてれてて。いや、もうね、はい、この曲はね、やっぱすごいですよ。はい。なんだでしょうね、やっぱイントロ力っていうの結構ねあるんですけど、うんうん、やっぱMC とかやってまして、はい、パーティーとかでイントロ力の強さってすごい大事なんだけど、はいはいはい、うん、この曲はね本当もう3本の指に入るでしょうね、はいはいはい、すごいですよ。確かに、うん、イントロ強いの強いですよね、うんうん、そこなんならイントロだけかけるときとかあるからね。ああはい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 、うんうん、まあこれこの曲ほどこのイントロね、DJ にもさ、うん、結構ミックスこうスムーズにさ、うん、こう流れよくつなぐときとさ、はい、バキッと、カットインって言われるんだけど、はいはい、ぶっ込むうん、時あるんですけど、はい、このぶっ込みでなんていうのでこそ、はいはい、ガロを発揮する、はいはい、このリーンバックのね、確かに、イントロ力っていうのはねあるんですけど、やっぱりもまだやっぱ歓声上がるんだよね、うん、すごい、うん、今回ですね、すいません、語っちゃいましたけど、はい、テラスクワット、リーンバック、フューチャリング、ファットジョー&デミマーということで、はい、フューチャリング表記ってしてますけど、ファットジョーはテラスクワットの中心人物ですし、うん、デミマーももう一員なんですけど、はい、ブロンクス初の、テラスクワットですからね、名前がね。まあすごいですよね。名前からしてみたいな。はいはい。ビッググループでしょうね。はい。まだね。うん。そんな彼らのリーンバック、代表曲って言ってもいいでしょう。うん。うん。でこの前もちろんファットジョーのバーサス、ね、ファットジョーと、ジャルルがやったやつも、はい、パフォームしましたけども、はい、かっこいいね。うん。うん、はい、いいで、内容何言ってるのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。はいはい、さっきのね言いましたイントロがあって、はい、ファットジョーのバースから始まりますね。うん、うん、I don't give a fuck about your faults or mishappens、お前の失敗や不幸なんて知ったことかだ。うん、手厳しい、はい、うん、N words we from the Bronxニューヨークシップハッペンズ、俺たちはニューヨークのブロンクスからやってきた、うん、ブロンクスでは別然だぜ、クソみたいなことが起きる街、はいはい、うん、キッズクラッピング Love to spark the place、うん、ね、ここ、なんですけどクラップクラップって、はい、ね、こっちがやっぱ主ですけど、はい、スラングとして銃撃するっていう、はいはいはい、のもあるんで、なる、クソみたいなことが起こる街、ガキが銃をぶっ放すっていうのは相当相当ね厳しい現実ですけれども、はいはいはい、はい、そういうことも起きる街だぜ。で、Love to spark the place っていうのが、うん、なんかスパークって要は火花をこうバーンみたいな、そうですね、なんかそう、うん、でなんか、そういう場所でというかそういう場所をスパークさせるみたいな感じ、うん、そうですね、なんか、うん、その場所を刺激するみたいな、場所をこうめちゃくちゃにするみたいな、うん、そんな感じのニュアンス、うん、だから役としてはこれでいいと思います。あそこで刺激的な言葉をするの好きなの、うん、うん、結構荒れてるってことですかね。そうですね、うん、
そこをさらにこう、さらに荒らすという感じです。うん、はい。Half the N-1s in the squad、got a scar on their face、うん。まあ、仲間の半分は顔に傷を負っている、まあ、スクワット、うん、たち、まあ、スクワットというのはもちろん、ね、テラスクワットですよ。はい、うん、仲間たちの半分は顔に傷を負っている。うん、It's a cold world and this is ice、まあ、冷たい、まあ、世知辛いというか、うん、厳しいというか、そうです、うん、そういう世の中だぜ。はい、そしてこれがアイスだってところで、まあビデオではね、アイスだってところでこうチェーンを見せるんですけど、はい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 、まあアイスっていうのもまあ今もねよくあの使います、あのジュエリー、まあダイヤ、特にダイヤでしょうね、はい、アイスだってところで、half a mil mil half a mil for the charm and was this is life、 うん、チャームチャームに、50万ドル、チャーム要はお守り、うん、まあこのね、冷たい世の中を生きるためのお守りということで、はい、もう使いね、そういう意味も込めてんじゃないでしょうか。はいはいはい。まあお守りに50万ドルということで、これが人生だぞですけど。お守りごと狙われちゃうんじゃないかってちょっと心配してしまいますけどね、我々からすると。ね、それがトラブルを、はい、なんか引っ張りそうですけど、ね。はい。まあそういうのも含めて覚悟してやってるんだと思うんですけども。はいはいね、I got a phantom in front of the building Trinity Avenue っていうファントム、これあれですね、ロールスロイスのファントム、うん、まあもうめちゃくちゃ高級車です、はい、それをビル前につけるTrinity Avenue っていう、うん、まあそんなね金稼いでる人ら、あのファットジュアにやっぱりみんななんかいろいろ言うんでしょう、うん、10 years being legit they still figure me bad っていうことで、うん、10年合法でやってる、はいはい、合法、まあ、まあ、マイクで稼げる。はいはい。レジット、うん。なんていうの、ラップで稼いでる。はいはい、うん、なのに、やつらまだ俺がハスリ、バッドですね、フィギュアミバッド、バッドだと思ってる。はいはい、ハスリン、ハスリンライフしてると思ってる。そういう悪い方法で金を稼いでると思ってると、はいはい、うん。まあ、バッドの頃もあったんでしょうね、もちろん。うん、うん、as young in、若い時は、うん、was too much to cope with、対処することが多すぎたってことなんですけど、はいはい、まあ厄介事がめちゃくちゃ多かったってことですね、うん、なるほどね、うん、why you think motherfuckers nickname me cook cook shit、うん、はい、なんでクソ野郎どもがクックコークっていうのは要はあれですね、コークを調理したもの、はいはい、まあ、クラックですね。クラックを調理する。クラックを調理するということ、はいはいはい、で、ファットジョーはあの別名ジョイクラックっていう、はいはいはい、あるので、うん、まあハスリーやってなかったってことは ないと思うんですけど、はいはい、そういうニックネームがついたと。はいはい。This should be called armed robbery。うん。うん、俺は武装強盗と呼ばれるべきだったんだ。はい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 。武装ですね。武装。エクストーション、or maybe grand larceny。ラーセニー、なんだろうこれ。ラーセニーかな。うん、銃殺。こう強奪とか武装強盗とか強奪とか強奪、はい、まあ、うん、とかもしくは銃窃盗とか。はいはい。まあもっとそういう物騒な名前で呼ばれるべきだったんですねみたいな感じ。ファット上的にはそっちの方がお気に入りというか、うん、気に入りなのかな、そっちが合ってる、ね、全然良くないと思うけどはい、I did it all、うん、I put the pieces to the puzzle ということで、うん、何だってやったぜ、パズルのピースをはめたのさ、うん、うん、Just as long I knew me and my people was gone bubble. うん。うん。まあその間、まあそうやっていろいろね、バットのことしてる間、うん、I did it all、なんだってやってた間、うん、ずっと俺となんかまあクソ売れるってことは分かってた。はいはい。うん、クソ売れる、バブリーになるというの。はいはい。分かってたって。なるほど。はい。はい、came out the gate on some fraudulent shit.うん、フロージョーシットでゲートから出てきたんだぜ、はい、って言ったんだけど、これね、
これちょっと解説で見ていきます。フロー上シート。フロー長、まずね、うん、フローレンス・ジョイナー。はいはいはい。ね、僕ら世代じゃないけど、やっぱ有名な、もう陸上選手ですね。上位女性の、ね、めちゃくちゃ足速い、はい、はい、メダルとか取ってる。フローレンス・ジョイナーのような速さで売れるということと、はい、これダブル・アンタントレですね。はい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 。はい、ファントジョーのデビュー曲がフロー・ジョーだったんですよ。なるほど。うん。この、まあ、ダブルミニング、ダブルアンタントレ。はいはいはい。あ、そうか、フロージョーシットで、その曲でもあるし、うん、まあそんぐらいこう早くっていうふうなことを、うん、なるほど、うん、面白いですね、これ。はい、うん、で、フロージョーのね、ジャケンにもあるんですけど、はい、But it was with the shotty was the logo kit っていうことで、はいはい、ショットガン携えたパッドの男がロゴだったんだぜっていう話ですね。はいはいはい、うん、はい、そんなちょっと結構ハードなバス、ハードですね、はい、うん、ファットジョーのバスから行くんですけれども、うん、はい、でそんな奴らはパーティーでどんな感じなのか、はい、っていうとこです。 I said my N words don't dance。 俺たちはダンスしねえって言ったの。ダンスしないの？はい、しないんかい。まあ、We just pull up our pants and do the local way。 はい、ただパンツを引き上げて、まあ、その当時やっぱこうルーズなあれだったんで、こうグッとパンツ上げて、はいはいはい、でロカウェイをするっていう。ロカウェイっていうのがこれダンスホールのダンスホールレゲエ、特にダンスホールレゲエの踊り方で、はいはいはい、なんていうか、うん、まあ、あまり大きく動かずにこう左右の肩を揺らす。なるほど。こうなんていうか、ちょっと見てみてください、はい、もうまんまなんですけど、はいはい、ギャングスターロカウェイとかいうダンスも、ダンスっていうかエレファントマンとかやったりもするんで、はいはいはい、それ まんまもうこれですね、はいはい、もうこの曲といえばこの振り、はい、Now lean back っていう、lean back、うん、肩をこうなんていうの、引いてというか、はいはい、lean back する、はいはい、もうリーンバックするってこれだよね。まあそうですね、こう後ろにこう、うん、って感じです。だからふんぞり返ってこうリーンバックする、はい、それがやっぱりギャングスターのやることっていうか、はいはいはい、もうあんまりそのめちゃくちゃ踊るみたいな、うん、はしゃぎ回ってダンスするじゃなくて、俺たちはこうふんぞり返ってリーンバックする、こうやって乗るんですよ。はいはいはい、それがギャングスター、エラースクワットの伸び方だぜみたいな感じ。はいはい。そうですね、なんかギャングスター踊らないみたいなの結構昔からありますよね。まあ俺はギャングスターじゃないんで全然超踊るんですけど。でもなんかあれ、そう、ギャングスターが踊らないっていう中で、YG とかがなんかこう最近踊る、うんうんうん、Do a dance, YG, do a dance ってあれやってるっていうのは結構、なんだろう、そのなんか YG なんかもそこ言ってるんだよね、うんうん、俺は踊る初めての、なんかギャングスターみたいな言ってていいですやっぱり、はい、まあこの曲でね、こうやって踊ってほしいですね、うん、そうですね、はい、はい、ということで今日はテラスクワット、リーンバックフューチャリングファッチョー&レミーマー紹介いたしました。この曲のリンク概要欄に貼っておきますのでチェックしてください。はい、皆さんチャンネル登録、それから通知ボタンのオン、もしよかったら高評価もぜひよろしくお願いします。はい、またですね、この動画へのコメント、大歓迎です。あと、各種 SNS で、ハッシュタグヒップホップで学ぶ英語をつけて、この動画の感想、あるいは、曲リーンバックの感想とか、まあ、この曲にまつわる思い出なんかもですね、ぜひつぶやいていただけると大変嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それでは今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。ありがとうございました。ピース。